境型布団太鼓。布団の頂上四隅にある縛り紐は、脇立つ雲を表すという南馬神社の布団太鼓。説明書図より、太鼓の叩きでとなった子供は、投げず金んをかぶり、昇華の軒先では担ぎ手にスイカを振る舞っている。と書きには、太鼓の音は、雷のように大きく、周に伝わるという肝心太鼓も及ばないだろうと、ある布団太鼓とは、大阪深町、泉州地方や、 兵庫県張間、ま、淡路その周辺で担がれる大型の太鼓台のことで、ある、祭りの飾り出しの一種であり、形状的な最大の特徴は、正方形の巨大な布団を屋根に当たる部分に、逆ピラミッド型に積む点にある。布団団尻、布団信用、布団屋台などとも呼ばれる、重さは1.0トンから2.0トンあり、約50から70人ほどで、 毎年各神社の祭礼で派手な演出とともに、勢いよく担がれている。現在では少なくなったが、戦前は一箇所の神社で、約10代以上、宮入りされていたところもある。内部は中央に太鼓があり、乗り子と呼ばれる少年4から8名が乗り込む。激しい動きでも転落しないように乗り子を縛り付ける、地区もある。乗り子は、舞台化粧並みの厚化粧で、豪華な衣装を着る場合が多い。 バチの形は野球のバットを短くしたような太くて短いものを使う場合が多い。布団の角度が小さく彫り物中心の布団台鼓、トロ板や欄干、雲板にも彫刻が入る。その中でも雄台庫と呼ばれるものもあり、飾りが少なくシンプルなのが特徴的である。大きな特徴としては五段の布団の元に薄い板を数枚重ねたようなガヤが,が施されている。淡路島内では 布団団尻または柿団尻と呼ばれる、島内に現存する本体の全数を把握する者はいないが約200台はあるとされている。移動のため、祭礼の時には底部に車輪が取り付けられる。淡路島南部では主に車輪を使い境内をシーソーのように揺らしたり、回転する動作だけをする地区が多い。回転や栄光中の取り回しがしやすいよう、舵事を取り付けているところもある。 神社への奉納において、上流りと一体とする考えが多く、若者は、祭礼前に練習を繰り返し、断じり歌を披露するところが多い。淡路東北部では、宮入りの際に車輪を外し断じりを担ぎ練りながら、宮入りをする地域が多い。担ぎ練ることの優壮さに重点が置かれ競い合う。神社の奉納においては、祇園林が歌われる部落もある。布団大根全体の彫り物が、神話。 人情もの風景、花鳥物が多く取る板や欄干にも彫刻が入る。布団の厚みが下から上に順に厚くなっていて、布団の角度が小さく、布団が加熱なではなく、羅射などの帯であること。最も大きな特徴は、布団の元に布団台と床屋根がついていることと柱が地についているところまで、すべて一本の木で作ってある通し柱、結びトンボの代わりに、 マラと呼ばれるものが立っている。下地車に見られるような緻密な彫刻が施されており、柱が上下にスライドでき、セリアゲと呼ばれる。東大阪市の布団太鼓平岡神社秋号祭、大がよ神社池島神社かじむ神社吉田かすが神社、石切剣や神社火器に参加する、太鼓台は周期には参加しない。大津神社五剣神社火器大祭。 玉の親神社万願寺温地神社八坂神社上、剣神社湯気神社、和良神社三十八神社新国神社、八幡神社、うぶす神社幾のくすみのえく平野のくまいとしだんじりを見入りさせる町が順番で、布団太鼓の運行を担当。布団太鼓は、十一日と十四日のみ。乗り子は、ここでは、たたきじと呼ばれ。 三から十二歳くらいの少年が厚化粧して豪華な衣装、四角い布が垂れたズキンをかぶって登場。西淀川区この花草会市の布団太鼓は、布団状のものを周囲に取り付けたばり子構造で、空洞部分に人が乗る開口神社八作祭、菅原神社八作祭千町、神社周期礼大祭か戦い神社周期礼大祭、モーズ、八幡宮月見祭り布団太鼓のかつぎ手、 観客数は毎年10万人以上と、モズ・ヤワタグ月見祭りが最も多いと言われる。モズの布団太鼓は各町、大太鼓と子供太鼓を所有している。叩きでは通常、子供太鼓が3年生4人、親太鼓は6年生8名が務める。町や子供の人数により5年生が叩いたり人数が少なかったりする。土頭町は平成15年度より43年ぶりに復帰。 2019年現在、最古の歴史を持つのが梅町。106年の歴史を数える。石津太市神社秋祭り、石津神社秋祭り、下表神社秋祭り、堺市の布団太鼓は古くは、江戸時代中期には、住吉大社祭礼に担ぎ出されていたとされ、三村宮祭礼絵馬にも太鼓台のような練り物が描かれている。堺市内では、明治の中頃までは、祭礼寺には書く。 氏子が、だんじりやほこを栄光し、神事として太古代があったが、明治29年の旧暦の8月1日の祭礼の、祭、堺市中の町西の奇襲街道において港組の、船だんじりと北の鍛冶屋町のだんじりが鉢合わせとなり、総報道を譲らず総論となり、死傷者が出る事故が発生。堺のだんじり騒動と呼ばれ、これ以後の堺市での練り物栄光は一切禁止となった。 その後、日本が日露戦争に勝利したことを祝して、練り物の栄光が許可されたが、各、うじ子が断じりを処分売却していたこと、それまでは、堺に多くいた断じりの職人が、堺の地を離れていたり職を変えていたこと、断じりの危険性などの理由から淡路より、布団太鼓を買い付ける地域が多かったことから、布団太鼓だけが残っていった。大正時代には、開港神社では13代、 菅原神社では十四代もの布団太鼓が奉納され、堺の布団太鼓の黄金期を迎え、拡張個性を主張しようと、白色ではない房、刺繍の施された布団らしゃ、色違いの結びなど書く、うじこ思考を凝らした太鼓台も登場した。昭和へ入ると、人手不足や諸事情等で太鼓台を手放す事故が、現れ始めその後には、堺大空襲によって、 多くの布団太鼓が消失した。戦後は物資不足等の影響で飾り付けは基本的なスタイルに戻ったが近年、戦前のような豪華なものに戻ってきている。関連神社夏祭り7月の第一日曜日には試験担ぎが行われる。千秋路に秋を告げる岸和田地社祭と並んで、同じく梅雨明けの本格的な夏を告げる千秋の代表的な祭りである。 先週の行政自治体名の付く祭礼は、岸和田祭と、この貝塚祭りの二つである。これは、先週の南軍に属する岸和田町、岸和田浜町、岸和田村と貝塚町の祭礼であったことから、現在も変わりはない。正式には、貝塚宮太鼓大祭という、貝塚では一般に、布団太ことは言わず単に、太鼓大という、祭礼は、市街地を、 交通規制して行われるが、太古台が神社境内で担がれることはない。祭礼の舞台は、岸和田祭りと同様に、市街宵宮終了後は、昭和の中頃までは神社内に留め置いたり、神社前の中の町通りに留め置いたりしたが、太古台の保安上の問題や、交通状況の影響もあって、今では宵宮夜の担ぎ合いの後は、おのおの各町に戻るようになった。 海塚太古台の最大の特徴は、祭礼中駒をほとんどつけずに担ぐところにある。宵宮は、昼から、市街地運行、とりわけ浜四町の海塚商店街を最初に上がる。始まりは、ものすごい迫力である。先週で俗に、寒い棒が立つと言われるゆえんは、岸和立社祭の早朝浜七町の引き出しと、この海塚大古台祭の開始の担ぎ出しを例に、 しているという人も多い。この後は、夕刻5時までは周回運行を行う。夜は、朝賃の明かり入れ運行となり、旧26号線で七町一斉の担ぎ合いがある。本宮は午後1時から順次、旧26号線貝塚駅下がり交差点を南海貝塚駅まで上がり、駅北線で関電神社方面に年番順に整列し、見合りを行う。その後、新時、 式典の後、神社本部前にて、全町によるメインの担ぎ合いが行われ、担ぎ合い終了後は再び、市外周回運行に移る。昼の運行最後となる。この時間帯は、各町会の申し合わせによって、南海海塚駅前などでも、担ぎ合いが行われる。夜は祭礼を締めくくる浜4町、上3町の、担ぎ合いがあって2日間の祭礼ながら、見どころは多い。ただ、海塚は、 他の地域で見られるような差し上げは一切することはない。また地後は存在しないので成り者は青年団か若頭である。本宮の午前中は御し渡りみゆきが宇治子拡張をめぐる。この時の御し行列の左大臣、右大臣は北小学校の男子から毎年選出される。拡張会には数メートルの竹笹で四方を囲われた結界の おたびが設けられ、新人が行われる。関電神社のみこしは、東京浅草の、戦艦新余に匹敵する大きさのため、昭和中期以前は、牛が引くのが習わしであったが、旧総大の代表が、奮する猿田彦の乗る馬と共に近年は、道路交通法上、子供会や子供育成会が引いて、次町に引き渡すようになっている。宵宮の午後からは、神社で、湯倉ぐら新人も行われ、 海塚市長が列席する。断じり文化指揮の先週において、旧海塚町という狭い地域だけに太古代の祭礼が続いているのには、諸説あるが、明治の高松彦四郎はじめ、大正の平木忠富士、桜井義国などの名称と言われる、堀氏の手がけた作品が今もなお保存され運行されている。独特であるゆえに、岸和田型断じり海塚型太古代と、 現在でも区別されている。貝塚の太古台は三本締めの帯、はしご、二本のマラ、布団んぶ四方の網など一見するだけで違う形態である。また、せり上げと呼ばれる独特の構造により、台座と四本柱から上は別個体である。担ぎ手の力が直接伝わる台座と四本柱から上部分が違う揺れ方をするのはこのためであり、ちょちんで上部の重みが増す夜は、 特に顕著である。前日の通り、貝塚大古代で差し上げの慣例がないのは、静止状態には全く価値観を求めないからであり、担ぎ手が交代するたびに大古代が静止するようなことは一切ない。勢いよく担ぎ続けることが貝塚祭りの真髄である。それゆえに担ぎ手にとって力尽きるまで落とさず、担ごうとする勇壮な醍醐味と、 繊細な彫り物で埋め尽くされた太鼓台。そして何よりも先人の時代から断じりは岸和田だ。太鼓台は貝塚の伝統概念もあって、最例二日間の人では相当な数に上る先週屈指の夏祭りである。夜は太鼓台の前後に無数の提灯がつけられ、一年で最も日の入りの遅いこの時期の夕刻に、 提灯で飾られた太鼓台と大通りを埋め尽くす人並みは、先週の夏の風物詩である。平成30年、南太鼓が立地域の布団太鼓と同じライトアップ式に変更し、提灯はつけなかった以上、浜4丁以上、上3町昭和40年代初頭は、30年代の祭礼における喧嘩顔を引いて、1年間祭礼が途絶えたことがあり、 午後一時の担ぎ出しに人が少なく、運行できない町会もあったが、青年会や若頭会、祭礼運営委員会の多くの人々の尽力により、昭和の終わり頃から、かつての祭礼以上に賑わうようになった。また同じ太古代の祭礼のある地域の青年たちとの交流も盛んで、国書の中にもかかわらず、以前よりよく担ぐ、近年の祭礼は特筆すべきものである。各町、 大人太鼓台と子供太鼓台を所有子供太鼓は別に周期祭礼を行う南上町も参加で8台となる。令和元年を祝して昭和以来数十年ぶりに北小学校グラウンドにおいて全発帳による担ぎ合いが行われ少子化の時代にもかかわらず大人の太鼓台にも負けない10分間の担ぎ合いを披露し多くの同窓生、親族、親戚、 友人が訪れた。また、中北町の子供太鼓は、慎重さながらに修理されて、大人太鼓同様に黒草の化粧となった。近畿町の花町と畑中に、大人の太鼓台があった記録があり、先の花町の太鼓台は、八尾に行ったとされている。現在、大北町、中北町、堀の町の山頂の住所表記は、北町である。大北町の一部であった二軒町、 南上町奇襲街道に、畑子町の太鼓台もあったが、担ぎ出された記録は残ってはいない。日賢町と南上町は、行政上存在しない。日賢町は、大北北町、南上町の住所表記は、現在に至るまで、南町である。春日が神社夏祭り、7月会の日の前日と当日、各町、大太鼓と小太鼓を所有あらや座。 アマテラス三玉神社秋祭り、10月毎年体育の日の前日の日曜日江戸時代には、福井村の各地区に御腰があり奉納されていたが、喧嘩、怪我が多く発生したため廃止された。昭和23年青年団結成、昭和29年新布団太鼓にて開始、青年層の就労状況の変化、価値観の多様化、少人数による活動困難が懸念されるが、 平成8年自地震公会太鼓保存会により活動が継続されている。福井太鼓保存会10月退役の日前の土日ほか、ありがとうございます。